九州共立大学経済学部地域創造学科宮崎誠也です。高校生の時から実家の造園業を継ぐことを考えていました。造園業を手伝いながら通える大学がいいと思いました。大学に通いながら社会を見て経験値を積みたいと思いました。地域創造学科が新しい学科で一期生になれるということと、町や地域に関われるということが魅力的でした。授業がとても専門的で実践的なところがすごいと思います。一番好きな授業は地域創造実習で、授業の一環としてオリオの町づくりに貢献できるのは面白いと思いました。また子ども食堂や安全マップ作りを子どもたちと行えたのは楽しかったです。実習を通じて地域の方々や他大学の先輩と関わる中で自分のコミュニケーション力も高まりました。取得した簿記の資格や地域創造学科での学びを将来家業を継いだ時に役立てていきたいです。地域に関わりながらのより実践的な学びや様々な経験を積みたい人には地域創造学科をぜひお勧めしたいです。地域創造学科近藤佳林です。実習が多くて地域に出て地域の大人の方たちと一緒に活動することが多いです。2019九州餃子祭り in 北九州っていう餃子祭りのイベントに出させていただきまして、そこではブースを設けさせていただいて子どもに向けたバルーンアートをしたりだとかステージの司会をさせていただきました。もともと人見知りだったんですけど、大学入って地域に出て地域の方とたくさんお話しする機会が増えて人見知りがだいぶ治って、なんか人と会話をしながら自分の意見を言うことが結構好きになりました。さまざまな人と出会って化学変化が起きて、いろんな人といろんな価値観を身につけて、なんかさまざまな視点から物事を考えれるようになる自分が目標です。フットワーク軽く、いろんな人と出会っていろんな価値観を知って大学時代ならではの学びをしていきたいと思ってます。旅行関係の国家資格を取りたいです。資格の勉強を通して地域の魅力を発信できる力を身につけたいです。演劇と人と会話をすることです。劇団には入ってないんですけど、自分から自ら進んでワークショップとか行って、そこからつながった人とまた一緒に演劇をしたりとか、なんかつながりを作って演劇をしています。将来は人と関わりながら地元が楽しくなるような仕事に就きたいと思ってます。北九州は芸術の街だからこそ、演劇を通して地元を盛り上げていけるようなことができたらいいなと思っています。答えがなくて自分たちでアイデアを出したり解決策を見出したりするのは難しいんですけど、それによって成功するととっても嬉しい気持ちになって面白いです。イベントの運営や企画をすることによって地域の皆さんに任せていただくことが増えて主体性が身につきます。さまざまな夢を持っている人がいます。例えば起業をしたいだとか、プロデュースをしてみたいという人がたくさんいて刺激になります。高校生の時に想像してた時よりより近くて、例えば相談を研究室にしに行ったりとか、空き時間があったらもう先生のところに遊びに行ったりとか結構しています。地域創造学科の一期生なので、積極的にいろんな人と関わって地域でのコミュニティを作って後輩たちにつなげていきたいと思います。どんな大学か分かんなくて不安かもしれないですけど、実際入ってみたら先生とも仲良くなれて様々な経験をさせていただいてます。